皆さんこんにちは、ガジェログです。ついにですね、ファーウェイから高級 EV が発表されました。その発表会の模様をダイジェストで今回お届けしたいと思います。AITO 門下 M5 という高級 EV、 ラグジュアリーな SUV ですけども、その実力はいかほどでしょうか。車両本体の実力、そしてソフトウェアですね、そちらの実力と合わせて2つに分けてお届けしたいと思います。翻訳はガジェログ的な意訳となりますことはあらかじめご了承ください。そもそも AITO というブランドは、ファーウェイとソーコングループ傘下の EV 完成車メーカーであるセレスが立ち上げたブランドとなっています。今回急いで発表会においてユ CEO は、ファーウェイの役割は自動車メーカーのより良い車作りをサポートすることだと強調しています。それで今回は主に車両本体のスペックについて解説したいと思います。それでは早速行ってみましょう。すべての車にデジタルの世界をもたらします。デジタルといえばテスラがもう先行していますけども、こちらの AITO M5 もどんなデジタル世界を見せてくれるのでしょうか。現在、人と車の関係は拡大しています。12億人の人口、車両成長率は 3%、 毎日の平均通勤時間は 1.5 時間となっています。それで出かける際の問題が自動車にあります。コストや環境に優しくないこと、 EV は短距離であること、高いバッテリー交換コスト、不便な充電、情報セキュリティの懸念、デジタルの接点がないことが挙げられます。それで EV 購入にあたり消費者の懸念事項は、バッテリーの劣化、交換コスト、未熟なテクノロジー、不便な充電、安全性、耐久性といったものが挙げられています。それで継続的なイノベーションと専門的な能力、デザインやエンジニアリング、ソフトウェア、エコロジー、そういったものが自動車会社がより良い車を作るのを支援する新時代を切り開いていきます。どうぞ AITO M5 をご覧ください。紹介ムービーですね。最近流行りの細めの LED ライト、そしてこちらも流行りのバック LED ライトですね。そして流線形のデザイン、サイドミラーはデジタルミラーにはなっていないようですね。そしてセンターには大型なモニターが搭載されています。また左の A ピラーには顔認識用のカメラもついていますね。そしてコックピットはかなりメカニカルな感じがし、そしてアンビエントライトによりラグジュアリーな演出もされています。そして大きなパノラマルーフもありますね。AITO M5 は無制限の旅行、そして数千マイル走ることができます。このデザイン見ますと、やっぱりテスラチックな印象が拭えません。一瞬名前知らなかったらテスラかなと思ってしまいますね。そして究極のデザインは100万台の高級車に匹敵すると言っています。ここ最近よく見られる高級ラグジュアリーな SUV タイプという感じがしっかりしますね。後ろから見ますとなんかポルシェっぽい感じもしますね。そしてデザインは流体力学を使いモデリングされています。また AITO の空気抵抗係数 CD 値は 0.32 を記録しているという非常に小さな数値となっていますね。そしてインテリアの内容となっていますが、アンビエントライトが車内に一面に広がっています。紫色、そしてオレンジ、黄色といろいろな色が再現されています。そしてメーターコンソールのですね、液晶パネルが採用され、一体化されたコックピットは没入感があり、広々として快適となっています。加えて 2K HDR ディスプレイ、インテリジェントセンターコントロールディスプレイですね、15.6 インチが採用され、画面占有率は 90% となっています。また RGB128 色のアンビエントライトにより、没入感の快適さと、そしてロマンを引き立てているとあります。すごいですね。またシームレスなパノラマキャノピーの透明性をお楽しみください。業界をリードする建築レベルのミクロン銀メッキロー E 断熱ガラスが採用されていて、非常に透明性を持ったパノラマビューを楽しむことができます。視野比 97.7%、UV カット率 99.9%、断熱効果は 40% もアップしています。そしてファーウェイスーパーチャージ最速充電を謳っています。運転席側、助手席側、後部座席にも USB ポートがついています。それぞれ字幕の方にその何口かが書かれています。加えてインテリアの特徴ですけども、高級クリスタルレバー、そして換気式加熱マッサージシート、ナッパーレザーシート、 HUD クリスタルディスプレイが採用されています。ヘッドアップディスプレイは最近日本車でもよく見ますよね。すごいですね。またインテリアのカラーはアイボリーホワイト、そしてナイトブラック、そしてブラウンですね。これ落ち着いていいなと思います。ボディの色はライトグリーン、さらにセラミックホワイト、最後にゴールドブラックと続いています。そしてこのオーシャンブルーといった色も加えられています。落ち着いてますね。ではシャーシと駆動系についても見ていきましょう。最高の技術で高性能と安定性、オーラル未抗菌シャーシで 30% 重量ダウンしています。電気駆動は高速、拡張範囲、長距離を加速すると書かれています。その理由は 1.5 リッター4気筒レンジエクステンダーが搭載、そして非同期 AC モーター、永久磁石同期モーターも搭載されています。そしてラグジュアリーモデルを超えたパワーアドバンテージ、AITO M5 最上級モデルは 365kW、 テスラモデル Y は 331kW となっています。高度な精密オイル、冷却技術、電気システム、効率的な放熱、従来比で平均ピークマキセン温度30度ダウン、磁性高ピーク温度15度ダウンとなっています。次ですね。高級クーペは極限スピードの体験へ、 0-100km は 4.4 秒、すごいですね。 0-50km は 1.9 秒となっています。早い。ラグジュアリークーペの 0-100km の加速比較ですね。 AITO 4.4 秒に対してテスラモデル Y は 5.1 秒、ずっと比較されてます。静音技術ですが、図書館レベルの体験ができます。その根拠として前後2層防音ガラスやモーターノイズ制御技術、ベアリング帯電腐食技術などが挙げられます。そして次はレンジエクステンダーに関する情報です。完全なる EV ではなかったということですね。走行距離制限を破る 1.5 リッター4気筒レンジエクステンダー 3.0 を搭載、ミラーサイクル技術によって走行距離を伸ばします。これがついていればやっぱり 1000km 以上いきますよね。ピュア EV 拡張範囲プラットフォームは効率的な電力変換と低消費電力を実現しています。またレンジエクステンダー発電により 173kWh プラスバッテリーにより 40kWh、 合計 213kWh を実現。対してテスラモデル Y は 78kWh となっています。航続距離は AITO M5 は余裕で 1000km 超えを実現しています。モデル Y はピュア EV となりますけども 640km が限界となっています。さすがにレンジエクステンダーついていればこうなるとは思いますが、テスラがかわいそうですね。そして3つの走行パターンが用意されています。電気優先、そしてオートモード、燃料優先というモードです。電気優先は都市、経済的環境に優しく、オートは長距離や高速、パワーを必要としている場合、燃料優先は極端な走行条件の時に使われるようです。さらに自宅充電の特徴を3つ挙げられています。1つは革新的なインテリジェンス、そして非常に軽量であること、最後に安全性といったものが特徴です。確かに充電口が軽いっていうのはすごくいいですし、また安全性ですね、これはもう当然ながら必要だと思います。さらに 4G と Bluetooth で所有者を識別したり、また補助金があってね、設置がしやすいというのもかなりいいですよね。そして1時間充電すると4時間分走行できるということを言っています。休日に自宅に戻る必要はないですよということですね。そして新しい生活スタイルを作り出します。最大逆出力モードで 3500W、220V AC 電源を取り出すことができます。最後に車両本体、ハードウェアの特徴をまとめています。新しいモーター、そして充電方式、加速性能、走破性、航続距離ですね。この点についてはこの後触れたいと思いますけども、1000キロ超えはすごいですよね。はい、というわけでファーウェイが発表しましたAITO門外 M5 についてご紹介しました。今回は主にハードウェアについてご紹介しました。それで先ほど触れましたけども、レンジエクステンダーを搭載しているということは、ピュア EV ではなかったというのは個人的には残念でした。あくまでもガソリンエンジンは発電のために使って駆動系にはつながっていないという、そういった仕組みになってますね。とはいえガソリンとセットになっていますので、航続距離は 1242キロまで伸びているということです。これはほぼ北京から上海までの距離を走れる計算になってますね。四輪駆動の場合はしかも時速100キロに達する加速が 4.4 秒になっていますので、かなりフルパワーという感じですね。そして次回はAITO門外 M5 に搭載のハーモニー OS の実力についてお伝えします。ソフトウェアに関してですね、もうここまで来たかというぐらいすごいですね。もう EV だけではこの業界では勝てないということがなんとなく感じました。 EV であることは当然、そして OS をどう使うかということにかかっていると思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。